息が上がってるのはですね、何テイクもしてこの階段駆け上がってるからです。痩せちゃうよ。今回ねご紹介するデブリシャスな一品、中目黒にあるホルモン松田花れさんの肉寿司。前回の動画ではね焼きすきをご紹介しましたけども、肉寿司もね欠かせない一品なので最後まで見届けてください。それではまたダッシュします。ありがとうございます。 A5 ランクサーロインの肉寿司にのせバージョンです。めちゃめちゃきらびやかにね、キラキラ光ってるよね。すごいよね大きさ。お肉ビロンビロンってしてるけど、この中にはシャリご飯が入ってるんだよね。お寿司だからね、シャリの上にのせましたっていうよりかはこうやって持っちゃうとお肉でご飯がね包まれちゃう。いなり寿司だよ、いなり寿司。ちょいっとこう醤油をつけて行ってきます。デブリシャー。大空に向かってデブリシャス。天井あるけど絶妙なねお肉のね薄さなの。お肉って厚けりゃいいって問題じゃなくて、絶妙な薄さだからこそ舌の上でさっとこうね溶けて消えていくんだよね。絶妙なこの切り方、そしてこう炙ってるからね油が残らず溶けていく。もちろんねこう A5 ランクのいい牛を使ってるからこそ口に残らず油の溶け方がいいっていうのは言えるかもしれないね。この塩気のあるねキリッとした醤油がお肉の甘みもね引き立ててくれるわけですな。すいません、おかわりください。わんこそばならわんこ肉寿司だな。大判だからこそくるっとこう包んでくれるね、いなり寿司効果だよね。ありがとうございます。いくらでも食べられちゃう肉寿司ね。もうやっぱりねお店さんに来たら美味しいものはとことん悔いのない食いを実践してくださいね。というわけでまたお会いしましょう。デブはナイスです。